秩父鉄道の SL パレオエクスプレスは、都心から一番近い蒸気機関車として知られています。主に土日祝日、秩父鉄道の熊谷駅から三峰口駅の区間を片道約2時間40分かけて1日1往復しています。三峰口駅に到着した SL パレオエクスプレスが熊谷駅に戻るために、蒸気機関車の向きを回転させるのが SL 転車作業です。 SL 運転日には三峰口駅や SL 転車台公園で蒸気機関車の整備作業や転車作業を間近に見学することができます。熊谷駅から出発した SL パレオエクスプレスは、終点の三峰口駅に到着すると配管作業や給水作業、給油などを行うため、一度客車と蒸気機関車を切り離します。そして少し先の隣接している引き込み線にバックで入ります。引き込み線では機関士の方々がしばらく作業を行います。作業が一通り終了したら、蒸気機関車がバックで転車台に乗ります。そして転車台が回転し方向転換します。こうして入れ替え作業を終えた蒸気機関車は、三峰口駅のホームまでバックで戻り、客車と連結します。全ての作業を終え、準備が整うと、到着から1時間ちょっとで、また熊谷駅に向けて出発します。春は桜や菜の花、夏は新緑、秋には紅葉に染まる秩父の山々を、この SL の窓から見ようと、全国から多くのファンが訪れます。